はい、画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイライト、新キラブライト使っていきますよ。今回ちょっとしたアドを持ってきてます。ウルトラレアアドなんですけどもね、もう突進攻撃を全部使って、トークン0になったら次の突進攻撃の時にワンパンになると、いうやつと、で突進した時にこの15メートル以内の、板をね封印する。15メートルだったかな、多分そうだと思うんですけど、板を封印するというものになるんで、こう板を封印しつつ、あ、なんで生存者がね、なんで倒れないんだこの 板はとなってるとこをワンパンできたら最高なんですけど、別にワンパンできなくてもいいかなと、まあ、そうじゃなくても通常攻撃するだけで、このブライト固有パークによってね、この板が封印されるっていうのがあるんで、まあ、どんどん板をね使えなくしていって生存者を追い込もうじゃないかと思っております。過ぎましたっていうか、皆さんね、ブライトのあのオープニング作りますよ、作りますけどね、もうね何も言わないよ、どうなるかは。よいしょ、走り回っていきましょうか。これ最後殴るのは、殴った方がね、あのスタン時間が短いっていうね状態です。なんか使いづらいと言われますけど、ほんとね、場合による板無茶すると良くないね。トマミさん何をしてるんだ君は。他にはいないか。さ、違う、下に行こうぜ。これね、まあ見てわかる通り、ここさっきまでここは板がね封印されてたのは通常攻撃をしたからですね、ガラクタイジリが反応してるんで 70% 超えたみたいですね。ドラお迎えに上がりましょうか。あ、着いたの早いな。2人ぐらいでやってたかな。ここで全部トークンを使いまして、で次のカラスだな、次の攻撃の時に、こっちがいるな、いるな。ここで、こう走って、こう走って、こうよし、ワンパン、こう来た。これがワンパンのウルトラレアドンよ。ちょっと待って、これ、ちょっと待って、一回下ろそう。殴って、板を封印しよう。それ倒れないよ、言うとくけど。さあ、その板を、倒したいか？そう、倒せないんだ、それは実は。そうなんだよ、皆さん。あれ、回線切って。そう、そこの板も倒せないんだ。気づいちまったか？大惨事じゃないか、おい。あ、しまった。このね、斜めに入ることができないんですよね。てか、まあ、そこにいるからいいんだけど。斜めに入ろうとしちゃダメです、基本。あ、よっと。というわけで終わりましたね。ちょっと待って、やばすぎないか。あの板をみんなが倒そうとしてたわけでしょ、あれ、おそらく。で、あそこってこのギデオンの最強区画の一つなので、あそこでもう板倒しとけば、まあある程度時間稼げるぞっていうようなね状態じゃないですか。ところが僕、これ、あそこの板2つとも封印でございます。こうすることによってね、もう生存者が大パニック。見てもらえたと思いますけども、ワンパンできるこの死の突進もね、見事刺さりましたね。いや、面白いわブライト、私好きだわ。人によっては結構酔うみたいですね。これを斜めに行かないようにした方がいいです。全然ね、結構、なんだろう、ヒルビーのチェーンソーより当たり範囲って広い気がしますね。っていうか、短すぎなので、ちょっと繋ぎたいと思います、これは、さすがに。こんなとこあったか。点数だけ見てみましょうか。どんなもんかな。まあ、こんな感じと、なりました。ちょっと次つなぎます。いやふー、これなんか杖みたいな感じなのかな、ブライト持ってんの。なんでしょうね、
さあ、いきますよ。爪も長いんですよ、これ。走り回っちゃうぜ。障害物に当たりながら行くのが楽しいんだね。スイートン。スイー、最後は、ブンと振って、スタンをなくすと。これも壊された。が、しかし、その壊された。壊して、あ、これ破滅トーテムじゃん、壊れたよと思いきや、その破滅トーテムの呪い、別のトーテムに移っている。これが、この新キラーの新しいパークの力なんだな。あ、よいしょ。おっと、おっと。はい。なぜ逃げなかった。スタンが長いと思ったか？実は、早いんだ、武器を振ると。そういうことだ。後ろに来てんな、ライトマンが。ちょっと待って、ここね、よくわかんなくなるんだよね。まあ、あのライトマンほっといて釣りましょうか。よいしょ。どうしてもやりたいようだな、ライトマン。後で痛い目に合わせてやるぞ、あのジェイク。今はほっといてやる。その分他の発電機進まなくなるぞ。で、この呪いのトーテムでね、移すことによって、で、破滅のね、寿命が長くなると。ちょっと、心音ゼロのまま行きましょうか。あそこで何かやって、この子は無視する。ここでやってんだよなぁ。OK。しかも、そっから離れたために、また破滅で交代していくぜ。そっちだな。うんうん、そういうことだ。たまらんだろう、この技。はい、ウィーン、ドン。行くところは分かってんだい。おいちい、この蜂蜜。さすがに意外と来れないでしょう。今回ご紹介したい映画はアンロック陰謀のコード。昔も紹介したかもしれませんけども、再度ご紹介したいです。一人対戦が落ちた。これね、主人公、まあ、CIA の尋問官なんですけども、まあ、プロフェッショナルだったんだけど、まあ、かっこ阻止できなかったテロ事件のトラウマを、まあ、持っていまして、まあ、今は最前線を退いて、まあ、ちょっとした小さい仕事をね、やってると。まあ、そんな中、国際テロの脅威に、晒された CIA はこの尋問官を呼び寄せて再度ね、お仕事をさせるという風の流れになるわけですね。ところがこの主人公、まあ復帰しようとね、あるテロリストを尋問しているわけですが、やめなさい、危うくつくところだったぜ。また向こう追いかけるか。で、尋問がある程度成功して、あるワードをね、重要なキーワードを聞き出すことができたと、っていうところでですね、電話本部からかかってきて、 CIA のね、尋問の件今から進めていくみたいなことを言い出すわけです。え、今もう終わったぞっていう主人公はなるわけだけど、実はからの、よし、手配した CIA 局員、そこにね、いるね、その場にいる、CIA 局員、実は全然違うやつらだっていうのに気づいてね、そっからやばいやつらにと、追いかけられるというようなものになってます。おい、いた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 。ライト、ジェイク。ちょっと待て、映画の話してんのに。呼び寄せてないだろ。どうだい、苦しいかい。さらに、このね、小回りがね、効かないんですが、武器振ったことによって、クールダウンがね、スタンが短いというね。これありがたいよね。地下には釣らないでここに釣りましょうか。
ってすぐ戻るぜ。どうだい？まずはここでドンからのドン、そしてバン。ジェイクは多分逆サイド走ったかな。いや、ライトを当てるつもりで近くにいるかもしれないぞ。さっきの、映画の主演は、ノーミ・ラパスっていうね、私の好きな女優さんなんですけども、ドラゴンタトゥーの女のね、一番最初の映画の主人公ね。よいしょ、走り回る。しかもこの映画オーランド・ブルームとかも出てきます。ジョン・マルコビッチとかね、マイケル・ダグラスも出てきます。結構ね、豪華俳優陣なんだよね。そこに突っちゃおう。よいしょ。女性であり尋問官であり CIA っていうね、この特殊な経歴、なんか殺しまった、待って、この特殊な経歴を、ノーミ・ラパスがね演じきるんですが、さすがドラゴンタトゥーを演じてただけあります。こういうね、小回りのところでね、使わない方がいいです、うん、基本。これね、使い方が悪い例です。基本もこういう使い方はやんない方がいいです、うん、まあ、無視しましょうか。おっと、基本的にね、まあ、開けたところでぐっと距離を縮めるつもりで使った方がいいですね、うん。必ず当てなくてもいいんでね、この突進攻撃っていうのはね。あの、残り2人なんだよな。よいしょ。で、この陰謀のね、アンロックなんですけども、まあ、今ね、Unext に、見放題があります、実は。だから Unext、入ってる方は、ぜひぜひと。うん、小山あり、ちょっとめんどくさいな。そう回っていくか。どこに行こうというのかね。おらよ、待ちなさいよ。おらよ。あそこ、こういう小回りがこういう小回りが効かねえんだよな。いくら竹やぶがでかくなったとはいえ、それは避けれないぜ。あー、ここのね、入れたら一番最高だったんだけど、ライトカチカチするじゃねえか。いいだろ、勝負してやろうじゃねえか。チェイスしたいんだな、うん、もう次入れねえからな。普通に追いかけちゃうぞ。君は突進攻撃使ってあげない。そういうことだ。変なところ行きやがって。あ、もうここ、あ、ちょっと待って、遠いぞこれ。どうしよう、行けるかこれ。うわ、ギリギリかもしれない。もう突っちまうぜ。あ、よいしょ。で、たくさんのね、ご心配のコメントありがとうございました。大腸炎の件、こうして考えるとね、水暴走の時本当にやばかったなと思いましたね。もう助けいった。水暴走の時2週間何もできなかったですからね。そう考えると今回大腸炎って言わなければみんな気づかなかったでしょうね。毎日上がってたんで、一応動画って。ただね、大腸炎になった瞬間にデッドバイデイライト新規が来たんだよね。だからね、早く出せなかった。早く皆さんにこのキラーね、新キラーね、お見せしたかったんだけど、全然見せれなかった。あれ、やれなかった。うん。今やれてるからもう、すごい、ありがたいけど。足跡も分かった、今。いたね。いたね。いましたね。いや、ストライクかい。あれ、え、もう一人も立ち上がってない。え、
不滅なの仕方ねえな。まだまだこっからドラマは終わらないってことだね。楽しませてくれるな。いいだろう。どんどん楽しませてくれ。もう釣っちゃいますよ。まあ、なので本当に今回なんで大腸炎になったのか私もよくわかんないんですけど、おそらくねちょっと生っぽい半生の炙りレバーなるものを食って、それのせいじゃないかなっていう。牛のレバーね、良くないマジで。さてどうでしょうか、どこに非常口が開くんでしょうか。あと熱中症とかもねなりやすいので、本当点滴が助かりましたね。皆さんも熱中症ならないようにお仕事頑張ってください。コロナだったり何だったりでも大変ですもんね、流行り病のあると。あったと閉じさせていただきますよ。そういうことだね。さて見にくいな、これ見にくいな。一応走っていきましょうか。でもいい感じで、やっぱこのキラーの能力が足速いからまだ助かってんな。これ足速い分助かりますね。これ見つけた、そういうことだな。結局破滅、壊されないっていうね、まあ、壊したところでっていうところであるんですけどもやりましたそんなこんなで全滅でございますいやー皆さん本当大腸炎気をつけてください。あと水暴走になったことない人、大人になっても水暴走本当にやばいんで、いいね。そんなことでよかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。25日に、バブリーナさんと、コラボイベントミルダムの方生放送でやりますので、ぜひチェックしてみてください。初病気からのね回復の初の生放送になります。それが、それまではちょっと安静しておきます。それでは皆さんの良きゲームライフの方に祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。